次で終わりに近づいてるんですが、私、昨日出番がなかったので、この題材は今日これが初めて出るんですけど、すごい緊張しますね。で、今の曲が畑基博さんの、70億のピースという曲でした。まあ、4年生なのでこの題材が最後の題材になるんですけど、なんか他のいろんな模擬展とかもやってて、こう生音ももちろん楽しいんですけど、他のところも見るのも楽しいなと思って、で昨日なんだっけ、エスプレッソだっけ、楽団吹奏楽やってる人たちがやってたのを見て、管楽器とかっていいなって思って、中学の頃に水部か序バレか序手に
入るのに迷っていて、ですごいなんかこう新入生歓迎会みたいので水部の皆さんがやってくれた時に本当に楽器がかっこよくて、でやるなら絶対トロンボーンやりたいと思ってて、こういうの楽しそうだなと思っててで、まあ結局はテニス部に入ったんですけど序盤はちょっと先輩が怖いなと思ってやめて、で水部と女手に迷ったんですけど、あの一番上の姉が2校上で、あのテニス部に入ってて、まあ、試合とかの送り迎えが一緒で済むならもうテニス部すればみたいな感じで親から言われてテニス部に入ったんですけど、はい、で、まあ、私双子で1年生も結構いるので、もしあれなんですけど双子で資材もう一人も資材にいるので、ちょっと話しかけて反応なかったらもう一人の方だと思ってください。本当に大学入ってから結構本当にこっちが申し訳なくなるぐらいに間違えられまして、本当に申し訳ないなと名札つけときたいぐらいなんですけどね、はい、でそうですね、そのもう一人の方もテニス部だったので3姉妹1年だけこう被ってテニス部に入っていて、で先生たちもすごい、まあ、面白がるじゃないですけど、2人とも光栄だったのに2年生の中大連みたいな夏の大会の時に1回でいいから双子で出てって言われてペアを組まされまして、で私がなんか前衛やってみたいな感じで先生に頼まれて前衛の練習をしたんですけど、でまあうまくいかないですよね途中でなんかそうですね、取ってよみたいな感じで喧嘩腰みたいになっちゃって、まあ1回だけで終わったっていう、まあ、中学の頃の思い出です。はい、2曲目にやるのが高橋優さんの、サンドイッチっていう曲をやります。これは何のライブか忘れちゃったんですけど、マナティンと、マナティンにアコーディオンじゃなくて、メロディオンかで、一緒にやったんですけど、今回は一人でやりたいと思います。はい、じゃあ、高橋優さんのサンドイッチです。ありがとうございました。ほんのに秒くらいのでき
仕事だけど。